こんにちは、グランピーの池田です。今度ですね、ポップグランピーのですね、小井戸さんからですね、東京バイクモノっていうのを、ちょっとお借りしてですね、乗ろうと思うんですけども、東京バイクのモノがですね、太いタイヤが 1.75 ですね、26の 1.75 まで履けるっていうんで、ちょっと借りるんやったらなんか面白いカスタムないかなと思って、今タイヤをですね物色しているところです。またそれに関しては別でご紹介できればなと思います。はい、で今回はシグのランドのカスタム紹介となります。で今回のオーナー様はウーバーイーツで自転車を使いたいということで、もう完全にですね、そこにこう焦点を絞ってランドを組み立てていきました。ウーバーイーツっていうのはうちのアルバイトの、村上ですとか、磯川がですね、実は昔やってて、今はもうやってないみたいなんですけども、ご飯をですね、こう四角い立方体のバッグに入れてこう運ぶっていう、配達屋さんなんですけども、それで、一番いい姿勢で、一番いい雨の日も走れるように、街中も使いやすいようにということで、今回カスタムしておりますので、ぜひそちらをですね、ご紹介したいと思います。ではこちらですね、シグのランド S サイズになります。 S サイズは、身長が160センチ前後の方、におすすめなサイズとなっております。で色はですね、柿色、グランピーのオリジナルカラーの柿色を採用しています。本体はですね、茶色に近い色なんですけども、実はこのロゴはよくよく見ると深い緑色をしていると、まあ、一瞬こう黒に見えるんですけどね、そういうオリジナルカラーとなっております。で、ハンドル周りですね、ハンドル周りはジョーンズの H ループバーです。 SG タイプというのを使ってます。で今回は、幅が660ミリですね。で、セッティングしております。で、このジョーンズハンドルなんですけど、これと今回はですね、ちょっと短めのステムを採用してます。80ミリですね。でこれをなぜ短めにしたかというと、上体をなるべくこう起こして、背中に背負うですね、ウーバーイーツの食料をこう傾けさせないように、なるべくこう垂直にして、ご飯が食べ物が安定して運べるようにということで、通常よりもこう起き上がった姿勢で、セッティングしております。でもう少しスピードを上げて、もうウーバーイーツやらなくなったよという場合は、ステムをこうちょっとですね、長めにしてあげると前傾姿勢になりますので、グイグイグイと、進むことができるよという感じになりますね。で雨の日も走るということを想定して、前後に PDW のフルメタルフェンダービーストというフェンダーをつけております。アルミのフェンダーで非常に強い黒色のですね、フェンダーになります。でここは以前はシルバー色のステーだったんですけども、今ちょっとモデルが変わって、マイナーチェンジしてですね、ブラックになっております。で、サドルですね、サドル周りは実はですね、今回サドルなしということでご要望いただいてまして、で今代わりのサドルをつけて、メンテナンスですね、やっておりましたので、これは一旦外します。はい。で、タイヤは完成車にも、ランドの完成車にも採用されているシムワークスのスーパーヤミータイヤですね、チューブレス仕様でいってます。でウーバーイーツとかですね、街中でこう使うのに考えたんです。チューブありがいいのかな、チューブなしがいいのかな、チューブレスがいいのかなと、考えたんですけども、やはりチューブレスの方が、まあ、自分が使うとしたらいいかなと思いました。っていうのが、もし途中でパンクしてしまったら、チューブありだとこう直さないといけない。で配達してる間にパンク修理してってなると、ご飯もですね、冷めてしまったり、時間もこう経過してしまうので、なるべく、修理回数を減らせるチューブレスの方が、今回には合ってるんじゃないかなと思ってですね、チューブレスで
やっております。という感じですね。で、まとまったのがこちらの状態という感じです。で、ランドの、フレームはですね、今在庫が、しっかりとあります。でセカンドロット、新しく入荷した分もしっかりとありますので、フレーム自体はですね在庫切れが、なくしっかりと供給できる状態となっております。で、今ですね販売協力店も募集しておりますので、特にですね、関西圏と、新越ですねの方からの問い合わせが、たくさんいただいておりますので、もし、ご興味のある、お店さん見ていらっしゃいましたら、一声おかけいただければ、何か対応できるかなと思います。であとジョーンズですね、ジョーンズのハンドルも、業販というのをやっておりますので、もし、ご興味がある方はご一報いただければと思います。でお客様の中で、欲しいでもいつも行ってる自転車屋さんでという方は、どちらもですね、自転車屋さんに相談していただければ、何かできるかなと思いますのでよろしくお願いします。はい、ということで今回は、シグのランドウーバーイーツカスタムということで、ご紹介いたしました。はい、また何かわからないことありましたらコメント欄等々お問い合わせください。では今日はこの辺りで終わります。どうもありがとうございました。